中島公園は、札幌市中央区にある公園、地名。日本の都市公園百選、日本の歴史公園百選選定。札幌の歓楽街、すすきのに隣接しているが、水と緑豊かな公園になっている。国指定の重要文化財である、豊平館や八窓庵、人形劇の専門劇場である、札幌市子供人形劇場小熊座、音楽の専用ホールである。 札幌コンサートホール来たら札幌市天文台などがある。また、春には札幌園芸市北海道神宮礼祭では屋台や見せ物小屋の会場になるほか、年の瀬には年の市を開催している。入り口近くの勝負地は春から秋までボートの貸し出しを行っている。また、冬には通路がクロスカントリースキーのコースになり、 スキー道具一式を無料で貸し出している。中島公園は豊平川の流れによって生まれた地形が由来になっている。開拓市が札幌に本府を設定した頃、豊平川の流路は本流の他に多くの分流があった。これらの分流のうち、鴨川が唯一当時の形を今に残しており、それ以外の川は全て地上から姿を消している。 鴨川と本流に挟まれた地域を自ガも中島と呼び、本流と対岸の地域を中島と区別していた。開拓市は札幌本府建設のため現在の創生川東地区に工作所を設置し、木材を豊平川の上流から創生川を経由して運び入れていた。開発が進むと鴨中島にあった小さな池を貯木状にする工事を行って、 池は四角い堀が二つ並んだ形となり、工事を受け負った鈴木元右衛門にちなんで、元右衛門堀と呼んだ。開拓時間であった黒田清隆は、かも中島を草園とする考えを持っていたが、部下の図書広武や鈴木大明は、多摩線やなぎにれなどの重木が多い風光明媚を、活かして別の利用方法を模索していた。1883年。 札幌区は当時山花村にあった、この区域を公園予定地にするべく要望書を提出した。1886年に中島遊園地として札幌区に編入され、地名も中島遊園地になった。札幌区による中島遊園地の設置は従来の公園としての用途のためだけではなく、施設を設けて集会を催すための用地を確保するという目的もあった。 そのため1887年に北海道博物陳列場が設置され、同年北海道物産共進会が開催された。以後も中島遊園地では数多くの博覧会、物産展、品評会などが開催された。また中島遊園地設営のため、元江門法理の修理も行われた。さらに、公衆の遊戯に供する民間事業者に土地を貸し付け、 元江門堀の南側には、競馬場が設置された。1888年に、斉藤久米蔵によって、現在の札幌市子供人形劇場小熊座の裏手に、両邸の大中邸を設けられ、元江門堀は、釣り堀やボートを楽しむことができる場所とした。また同年、大中邸によって、中島遊園地内で、札幌最初の花火の打ち上げが行われた。 その後も、中島遊園地内では、数多くの花火大会が開催され、豊平河藩と並ぶ札幌の花火のメッカとして、親しまれた。1889年には、現在の豊平館や八窓庵から鴨川の、対岸にかけての場所に、開拓市の御用商人であった、岡田佐助が、札幌区の公有地を借り受けて、岡田花園を造成した。岡田家園は、中島遊園地内で、 博覧会、品評会等が催された際には、園遊会場として利用され、中島遊園地の奥座敷と呼ばれた。現在、札幌支店問題を設置している岡田さんは、花園があった時の名残である。当時は、豊平川堤防敷地も公園区域であり、行政の代わりに、民活事業として整備を進めていったが、1907年造園技師の長岡浴びらに、 大通公園、演山公園とともに公園設計を依頼した。1910年に公園整備が実施され、中島遊園地から中島公園と呼ばれるようになった。1918年には中島公園をメイン会場として、街道50年記念北海道博覧会が開催された。会場に使われた宅食館、農業本館などの建物は、 博覧会後も、隠し展示会、展覧会などの会場に利用され、迎賓館は、洋食レストラン、ライオン食堂として活用された。その後も、公園整備や公園周辺の開発が進んで、公園面積は現在と同程度の規模になる。戦時中は、軍が使用して、自給再延となり、戦後は、新中軍の弊社や、引上げ者の住宅用地に転用していた。 1949年に中島球場が完成し、新中軍から払い下げの兵舎を利用した日本国内初の公立児童館が開館。1954年の第9回国民体育大会開催に向けてスポーツ施設を建設した。中島スポーツセンターでは大相撲札幌場所やプロレス、サーカス、コンサートなどの興行も開催していた。 1957年、都市公園方向府に基づく都市機関公園となる。札幌市はそれに伴い同年、札幌市都市公園条例を制定し、食堂、売店、料亭などの民営施設を法律や条例上適正なものへと時間をかけて修正していった。1958年に北海道大博覧会が開催され、前年に移築した。 豊平館も郷土館と美術館として活用した。また、博覧会の一施設として設置された子供の国や天文台などの施設は博覧会終了後も残された。博覧会跡地は百貨園として整備した。百貨園は1995年に閉鎖されるまでバラなどの花の名称として親しまれた。1976年には公立では 日本国内初となる人形劇の専門劇場、小熊座がオープン。1980年の中島球場廃止後は芝生広場を整備した。1995年には札幌市資料館内の施設であった北海道文学館が公園内に移転し、北海道立文学館として新たに開館した。1995年から4カ年をかけて、 中島公園の再整備を行い、藻岩山への景観軸を継承するため芝生広場を広げ、かも川の浸水性を高めて、長岡阿ラが描いた、地線回遊式庭園の魅力向上を図った。1997年には、札幌コンサートホールたらがオープンし、豊平館や八窓庵とともに、札幌市の文化の拠点としての機能を高めた。2007年から、 札幌雪祭り期間中の2月上旬に雪明かりん中島公園というイベントが毎年開催されている。このイベントは2007年1月に中島公園も含めた市内各所で阪神大震災の犠牲者を慰霊する行事を行ったことが始まりで2回目の2008年から札幌市公園緑化協会中島公園管理事務所の主導により 現在のタイトルと形式で行うようになった。イベント内容は、小樽市の雪明かりの道などの先行イベントを参考にしており、公園内を雪とキャンドルで装飾し、幻想的な雰囲気の中で様々な催しを行っている。イベントの企画や会場の設営、運営などは、周辺のホテルなどの企業、施設、学校等の関係者や地元住民、 数多くの市民ボランティアによって行われている。公園北側は札幌駅前通りや菊水浅木山公園通があり、南側は米里行景通があり、ホロ平橋を渡ると白石中の島通になる。ありがとうございます。